皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。現在北海道を旅しています。前回利尻島を自転車でサイクリングしまして、今回は北から南に下っていきたいと思います。途中でグルメを食べたりとか、はい、ちょっと天気は曇り空なんですけど、景色も楽しんでいきたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。現在時刻9時12分です。これから道の駅稚内を出まして、カラフト食堂にまず向かいます。カラフト食堂ではこの旅でもまだちゃんと食べたことがないあるものを食べに行きます。実は私そんなに好きじゃないんだけどね。俺は大好きだから今回食べてみて好きになるのかやっぱり微妙なのか変わるかもしれません。今から4キロだったら6分行ったところになりますので、それほど時間はかかりません。それこそ昨日入ってきたところなんですけど、体の様子、状態はどうでしょうか。体の状態だるいです。筋肉痛は？筋肉痛？ふくらはぎはすでに昨日から来てたけど、体が痛い、確かに。なんか俺は重いって感じけども、きつくてしょうがない、朝起きれないまではなかった。二の腕とか腕とか結構ロードバイクって腕も使うじゃん、体重かけてるから。そうだね、腕も来てるし足も来てるし、でも昨日の温泉に入った効果がかなり良かったと思います。フェリーターミナルのすぐ近くに温泉だったり飲食店、飲食店もあるからすごく助かるなと思います。飲み屋さんとかもあるからね、そこでゆっくり飲んだりとかもできるし、9時21分カラフト食堂です。ここは9時にオープンなので、そして今日は日曜日なので早めに来ました。ちょっとお休みだと見たので利尻島では食べられなかったんだけど、こちらで食べていきたいと思います。では行ってきます。行ってきます。そうね、贅沢にウニだけでいきます。いただきます。うわ、口の中に広がる独特な風味が結構薄めというか、絶対飴も美味しいと思う。全然臭みっていうかウニの独特な風味がなくて超食べやすい。うわ美味しい。カニ結構分厚く、漬けだてが気になる。もう結構醤油が効いて美味しい。見てこの量、醤油いらないです。このレベル全部が美味しくて。いただきます。ウニってこんなに大きいの？すごい磯の香り、濃厚だね。こんな感じなんだ、ウニって。こんな独特じゃなくて、いろんな食べてないけど美味しい。食感が不思議、こんなんなん？すごい、味噌みたい苦手だった？苦手じゃない。で、いっぱい乗ってる、そして、こんなに。おー、贅沢、でっかいよ、一個一個が、マジで。こんなんだわ。とろろが入ってる味噌汁、美味しい。とろろ味噌汁、うまい。うわ幸せだ、ウニこんな食べられるなんて。8000円9000円がどこも多かったから、この値段で食べられるのは幸せです。ウケる。うん、このカニ美味しい。ウニよりも衝撃。正直以前はウニは苦手でした。でも美味しく食べられました。入ってる人いて、まさにそんな感じだったし。こんな美味しいんだったら食べて。ね、カラフト食堂から車で1分のところにあります。ノシャップ岬に着きました。10時43
23分のシャップ岬を出ます。風がめっちゃ強い。風強すぎたまでちょっと外では会話はしませんでしたけど、おそらく天気が良かったら綺麗なんじゃないかなとは思います。近くに水族館とかあったりしたんですけど、僕らは今回は行かずに、今日はこの後はもう道の駅をいくつか回りながらドライブドライブデーということで、ソフトクリームを食べに行きたいと思いますので、はい、この後はそういう風に行きたいと思います。ウニ丼どうでしたか？世の中にあんな美味しい食べ物があっていいのかと思うぐらい美味しかったです。すごく新鮮なのが伝わって、鹿さんと一緒にパークゴルフしてる。何このカオス。どういうこと？どういう状態これ。これ鹿も全然ビビってないというか、避けていけば。急に出てきたら怖いな。でかっつうの。なんか共存してるようですね、ここら辺の鹿は。うん、最北端のうちもだけど、人慣れしてる感じはある。別に餌求めるわけじゃないけど、うん、そんなに人とか怖くないっすって感じの雰囲気だね、こっちの鹿は。そうだよね、全然逃げないよね、近く。東の方は割と警戒心がすごく強い感じがしてビクビクしてたけど、なんか動じないね。車にも見向きもしなかったし。だね。鹿と一緒にパークゴルフ楽しそうだね。フンが途中に落ちてるんじゃないか。障害物ある感じ。クルーボールが障害物みたいな。今日は途中まで海沿いの方を走っていくわけなんですけども、うん、まだオロロンラインはお預けにして、お預けか、まだその途中段階で今日は車中泊させていただこうと思っているところです。信号なしのこの道、右側に海が見えて、両側はなんか手つかずの自然みたいなね。すごいね、この景色。右側と左側と両方楽しめる。かっこいい。かっこいい。ただ道があるっていう感じだよね。ね。Google マップでいろいろ見寄った中では、オロロンラインってもっとしたかと思ってたんですけど、いつの間にか入っておりました。ここからどこまでがオロロンラインなんだろう。三中線はね、スタートが書いてあったからさ、分かったんだけど、風車を見てなんかオロロンラインってこういうとこじゃなかったっけって思ったりしたんだけど、うん、まあきっとオロロンラインだろうなって感じで走ってたらオロロンラインだったっていう感じでいや、お預けではなくいつの間にか走っていました。5分、一つ目の道の駅天塩に到着いたしました。はい、お疲れ様でした。お疲れでした。滑らか、濃い牛乳、牛乳の味がしっかり、作った時のこのしっかりした感じ、しっかり牛乳美味しい。ここですわね。ここですわ、お兄様。抹茶ソフトだ。エコチチファクトリー。いろんな種類があるって書いてたよ。ソフトクリームだけじゃなくてチーズとか、今は抹茶らしいけど。1時17分に到着いたしました。食べてばかりだな、今日も。いいのか、こんなんで。いいの、こんなんで。もう、ね、仕方ないよね。
そういうとこしかないんだからね。食べてばっかり仕方がない。月別フレーバーは5月は国生まれの甘酒、6月コーヒー、7月抹茶だから今ここ。なるほどね。来月は宗谷の塩、9月はチョコレート、10月がキムチ。金土日しかやってないそうです。10時から午後5時。はい。めっちゃでかい。大きいね。太い、なんか。いただきます。ここは牛乳の味がすごい、ミルクの風味がちゃんとしんときます。他もだいぶ軽い感じだから、うんうん、あっさりしてる後味も。わかるわかる。食いやすいんだろうね、やっぱ。ふわってしてる感じかな、うんうん、無添加って書いてあったよ。だからだ、すぐ溶けるとな、うん、美味しい。これチレートふわってしててあっさりしてる味でもしっかり見る。お前ら今日食ってばっかじゃないのっていう。1時48分ベコチチファクトリーを出ます。ここのソフトクリームはすごい美味しいソフトクリームでした。ここも好きなソフトクリームだったかな、うん、トップ3には入る。入るな。ミルク感とあの食感とすごいあっさり食べられた。うん、そうやね。後味も本当にいい、全然残らない。さっぱりしつるっていうのがちょっと当てはまるソフトクリームやった、うん。さあ、14時2分道の駅中川に到着いたしました。またね、食べたら眠気がお互い来るんですよ。そうなん、なんなの、なんなの。16分、道の駅を出ました。15時3分、遠別富士見という道の駅に来ました。なんか綺麗、ほんとらしそうだね、うん。ナイスなフィット感。あー気持ちいい。てか俺なんでリスと一緒に入ってんの。車内にいます。ここの道の駅が想像以上に良かったのと、何がいいかって涼しいのと一番はグルメのイートインのコーナーのメニューが超豊富で、ここが有名そうで自分たちも食べたいものもあったので、一旦お昼寝タイムを挟みまして30分ぐらい寝て、ここでちょっと食べてっていう風にしたいと思います。はい。では皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。皆さんおはようございます。おはようございます。それではいただきます。めっちゃ寝て食べてる人。すごいか。うまそう。タコ唐揚げやば。タコ天熱々で塩別コロッケっていうのを買いました。ここの人気のやつ。タコから食べていいですか。はい、食べましょう。タコからめっちゃ刺さってる。おー、うん、食感が違うぞ。歯ごたえがすごい。ケープーコ。うん。全然口からなくならないぐらい。サク。サク。うん。これが甘いくて、この食感も美味しくて、こんな揚げたてなんて食べられませんよ。このコロッケも甘いな。パテ入ってるね。うわ、贅沢これ。これめっちゃなんかめっちゃいい。グルメがすごい。全部美味しそうだもん。値段もそんなにね、普通の定食屋さんみたいな、うん。それでは5時2分、遠別富士見を出まして、最後今日の道の駅三別行きたいと思います。はい、道の駅は良かったね。良かった、めっちゃ美味しかった。食べ物が18キロ弱ぐらいなので30分近く走ったら今日のルートは終わりになります。綺麗なキャンプ場。いいね、このキャンプ場。すごいいいね。いろいろ運動施設も整ってる。うん、広いね。5時20分、ロマン街道初山別に到着いたしました。はい。ここは温泉もありますけども、今日は温泉入らず、明日自分たちは入ろうと思ってます。帆を使うんだよね。うん、帆を使う。
はちょっと食べ過ぎたので、道の駅で買ったトマトです。大きい、美味しそう。大きい。まあ。でかっ。立ち直る。まあ。暑いんです、今日。稚内にいる間も全く暑いって思わなかったのに。寒かった。一応三別ってところまで降りてきたんです。外はまあ涼しいんですが、車内がもう29度。全然涼しさは違うんだなって思いました。北海道の中、このちょっとの距離で、2、3時間の距離でこんな変わるっていうぐらい。変わるかな。不思議だね。車内23度とかの時もあったからね、夜。うんうん。本当に毛布かけないと寒いかったんだけど。暑いね。だから北海道なんかしていくけど、暑くなっていくのかな。暑いと思う。ちっちゃめの1個が残りました。こちらをかけて。あっち向いて吠えていこう。ああ、いいね。楽しそう。一回勝負。一回勝負よ、そりゃ。勝った方が。最初はグーチョキポイ。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。あっち向いてほい。最初グーチョキポイ。あっち向いてほい。最初グーチョキポイ。あいこでしょ。初めてほい。あー早い。思った以上に早かった。いただきます。どうぞ。んうん。あっち向いてほいの方が気持ちがいい。買った感じがね。うん。うん、いや、今日贅沢しました。ウニ丼があんなに安くで食べられたのは良かったかな。うん、まあ、場所にはよると思うけど、自分たちが調べてたところでは8000円のウニ丼とか、うん、そう、利尻とかは。あったからね。うん、そうだった。だからまあ3000円台、4000円はいかずに一つが食べられたのはすごい良かったし、うん。私はあれのサイズでちょうど良かったかなって思う、うん。ウニも全部美味しく食べられたの、あのぐらいのサイズかな。うん、女性はあっちかな。りょうくんはご飯も大盛りしてたやろ。大盛り無料サービスやったからね。あとステッカーももらえた。あ、そう、ステッカーもらえたね。うん、保管してるけど。うん。サップ岬自体は多分天気が良かったらもっと素敵な場所だと思った、うん、今日は天気悪かったし、風も強かったので、本当見ただけでは終わりましたかね。オロロラインを通ってきた時に、うん、北海道の道にだいぶ慣れていた自分たちがいたんですけど、うん、あの道はまた他とは違って久々に興奮する、うん、あの気持ちのいい道だったなって思いました。海がね、見えるのってあんまなかったからね、あれが気持ちよかったね。し草原がなんか、うん、草原もすごかったね。また違う雰囲気で良かったなと思いました、うんうん、今回で道北編も終了となります。という間でしたけれども、うん、次は道央道南に向かっていきたいと思います、はい。まだ函館とか小樽とかそっちの方を行ってないので先にそっちの方を行こうかなと思ってます、うん、暑さには注意して食べ物も食べていきたいと思っています、はい、私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございまし た。寺田夫婦でした。さようなら。さようなら。うわ、気持ちいい。だ、気持ちいい。やっぱ湧かないが気温が低かったのかな。ちょっと暑いね。だいぶ気温が上がってきた。風はまあまあだね。そう。